ってなってるんですけど、この方は一体何なんでしょう、はい。この方はですね、あの最初にさっきあのピンクス、あの仮歌の時スパイダーっていうの言葉が好きだって言ってて、SPII じゃなくて Y だって言ってたじゃないですか。その名残で、詩の中に別にスパイ要素っていうのは何も出てこないんですけど、サウンドでそのスパイの部分を出したくて、真ん中の構成の部分で割とスパイっぽい構成でサウンドにしてあるんですけど、そこでね、どうしても詩のつながり的にそこでストーリーテリングを入れたくて、峰不二子にやってほしかったんですよ、本当はね。なんだけどいないじゃない LA に。だからでしょうがないから自分でやってたのね。そうそう、だから峰不二子そんだけ最初いろんな何回かやったら、でわざと自分でこうフミエルの声で喋るじゃないですか。で撮ったの聞いてみると自分のお母さんの声だからすごい嫌な気分になる。それで、あのテレビスポットのね、それでそういうミニフジコにやってもらうっていう夢があったんですけど、テレビスポットではあのイネルズスプレッドフィーバーって言ってもらったんですよ。